複製人間。ごめんね、遅れちゃって。また挨拶なしなの？これが私のやり方だ。はいはい、あなたの言う通りです。早く本題に入りましょう。わかった。早速だが、最近現れたクローンに関して調査結果をつかめた。この学校のエネルギー波動異常とも関係があるみたいで、瑠璃の協力が必要だ。へえ、エリカに処理しきれないことがあるとはね。ESP モニターステーションに行けば話がわかるよ。これって一体どういうこと？学校の超能力モニタリングタワーはオーバーロードになってる。誰かがこのモニタリングタワーを利用して、こっそり生徒たちから遊離しているエネルギー分子を収集しているに違いない。もしかしてクローンは全部このエネルギーから作られたエネルギー体なの？その通り。向こうの目的はまだわからないけど、瑠璃、一刻も早くモニタリングタワーのオーバーロードを直さないと。どうして私が？瑠璃の超能力が適しているからだ。私はここでエネルギーの波動を監視する。瑠璃は早くなんとか A ブロックの屋上に潜入してくれ。随時連携を取りながら、ピンチの時は助けに行くから。もうめんどくさい。またうるさいな。
現れたね。しかも3体。そのままやっつけて。エリカのアトミックキャノンに撃たれて粉々になっちゃうんじゃない？彼らのエネルギー波動は弱い。おそらくただの C 級クローンだと思う。なるほどね。じゃ、行きますよ。彼らのエネルギー波動は弱い。おそらくただの C 級クローンだと思う。なるほどね。じゃ、行きますよ。Thank you.
Thank you.
Thank you.
We'll
後輩だわ。あなた誰？私はスタイリッシュでかっこよく、パワフルで力持ち、少女たちに愛されるゲイ。バカなの？どいて。プレミアムプランのために君に消えていただくしかないわね。もったいないけどね。ショータイム。君の能力は大したものね。それは認めてあげる。バイバイ。